せです。ただいまゲストに参加してくださる方、番組をやってくださる方を募集しております。いろいろと条件がありますのでお問い合わせください。 CM バナースポンサー様のご紹介です。ペットサロンのうんぴ様、シンガーソングライターの平さん、身につけるだけで体感アップ、テラスパワー様、ペットの複合施設は DC キャッスル様、バリバリバーガーのブラジルフレッシュ様、いつもありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげでヤジテレビは運営できております。少し長い目のドラあたりを見渡せば、よくなるネットの、千田敦です。本日よくなるネットの秘密その2ということで、ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。前回長々と話をして途中で終わってしまったんですが、引き続き、今日はですね、よくなるネットのオスグッド、まあオスグッド研究所っていうのが、やっておりまして、それではオスグッドって何ぞやというところをまず少しずつ、ご紹介していきたいと思います。まあオスグッドっていうのは、まあ膝の部分に関する部分なんですが、まあスポーツで大体こうまあスケートやってる、静岡であまりスケートってことはないんですけど、名古屋方面では、まあ、スケートや結構人口ありまして、まあ膝の問題があったってことで僕のところに治療に来たり来た方いますし、まあ、水泳あたりなんかも、まあ、静岡以前はかなり活発だったんですけど、最近そうでも、まあ、スイミングスクールがだんだん減ってきまして、そうでもなくなったんですが、でまたこういうバレーボール、まあ、バスケット、まあ、静岡で人口的に言えば、まあ、サッカーになると思うんですけど、まあ、陸上も最近かなり活発で、でこういうまあ、新体操あたりは静岡あんまり少ないですけど、なんですか、こう飛ぶやつ、なんて言ったっけあれは、こうボヨーンっていくやつ、なんだっけ、トランポリン、トランポリン、あれ辺がオリンピックなんかの競技になるそうですね。まあ、その辺でトランポリン人口が割と小中あたりでかなり増加しておりまして、体幹にもいいということで、僕は東進殿なんですけども、まあ、トランポリンあたりでその県大会が全国大会かなり行ってる選手の、ご父兄が経営されているトランポリンの教室でなんか活発にされてるというところで、割とこれからのトランポリンって注目されてるんだと思います。もっと増えるんじゃないかなと思います。で、まあ、先ほどよくなるネットっていう部分があったんですけど、これちょっと、もう一回紹介しておきます。まあ、よくなるネットっていう部分、まあ、よくなるっていう部分が実はこれ最初ですね、今から15年ぐらい前にホームページを作り直しまして、でその時に良くなるっていうドメインを実は取りましてですね、で良くなるでドットネットということで、良くなるネットっていうドメインを取ったので、そのまま良くなる治療院とかそういう名前にすればよかったんでしょうけど、まあそのまま他のコンセプトの部分とか紹介する、いろんなものをやっておりましたので、そのまま良くなるネットになってしまったという話です。じゃあ引き続きその、オスグッドの部分ちょっと紹介したいですけどね、まあ足がこう膝の部分ですね、こうすると例えばこう膝をこれを伸ばす方向にこう使おうとするときに、まあ、この辺が痛いよとかこの辺が痛いよとか、そういった状態で運動する状態の時に出る症状、まあ、この辺を、まあ、オスグッドって言ったりしてます。まあ、オスグッドシュラッター病っていうんで、
ドイツの先生ですかね、その辺が、まあ、言ったので、それが最初に症状的なことを言ったんで、オスグッド・シュラッター病ということで、オスグッド病と言っています。つまり膝をこの曲げ伸ばしをこれは伸ばす方向です。でこれをこうやって屈曲させて曲げる方向にするときに、まあ、痛みが出る、こういう辺をオスグッド病と。でまた、成長期に出るときに痛みが出る部分を、まあ、成長痛だというふうに、言われております。ですが私のところでは成長痛にしても、まあ、オスグッド病と言われる部分に関しましても同じような、考え方で実は治療をしていくんですけど、まあ、オスグッド病という部分で、そうですね、今朝ちょうど朝一っていう NHK のテレビで、膝が痛いとかその辺のことをこうちょっと特集で朝やられてたんですよ。でどうしたら朝足が痛くなくなるかみたいな話をこうされてる時に、まあ、僕治療やっても21年目になるんですけど、ようやく世の中のテレビが20年ぐらいして、ここ最近ようやく僕らがずっと言ってたことが、ちょこちょこ言われ始めたかなというようなところです。まあ、それは何かと言いますと、膝が痛くなる部分はここのもも、ここの太ももと言われる部分の直筋という部分なんですけど、この辺が張ったりすると、膝に問題が出るんだよとか、もしくは、膝下の部分の問題、筋肉の問題なんだよというところに、まあ、だんだん話がフォーカスされるようになってきました。ですがやっぱり医学的な部分の話すると、どうしてもここの、半月板とかこの辺がすり減ってる部分があって痛みが出るんですよというような話にどうしても持ってきやすいんでしょうね。ですが実際は半月板が損傷して痛いんではなくて、この周辺のですね、筋肉の動きとかそういう部分に対して、伸び縮みする部分の鱗がないので、実は、痛みが出るわけですね。靭帯を引っ張ったり、もしくは、腱を、まあ、引っ張ったりということで痛みが出るわけで、でこの辺をどうやったら解決するかというのが私らの仕事なんですけども、まあ簡単にかいつまんで言えば、実はこの足の膝の部分を簡単に言うと、まあこんな風につながってたと、こっちがももで、こっちが膝下のすねだとすると、こういう動きをするわけですけど、これがねじれてる人はこういう動きをするわけですよ。ですんでねじって動かすので痛いわけですね。だからねじらない動かし方を実はしてあげれば、柔軟に曲げ伸ばしをすれば痛みって早く取れるんですね。ですがそれが長い年月、例えば、15歳の子供が膝が痛いって来た場合と、70歳80歳の方が来て膝が痛いっていう部分ではちょっと捉え方が違うわけですよ。15歳とか10代の子が来る場合は、まあ日々筋肉が成長していますので、正しい方向と治療の仕方が間違いなければすぐに症状って取れるんですね。でも70、80ぐらいの方の膝が痛いという方の場合は、軟骨だなんとかではなくて、長い年月間違った方向で使っているので、動かし方のこのねじれは、まあ右だったり左だったり、もっと複雑に、足首もありますんでねじれ方が違うんですけど、そのねじれ方をどういうふうにしてきたかっていう過去の状況を見ながら、動かせる筋肉を少しずつ動かして伸ばしてあげる必要があるんですね。これを揉まないで伸ばしてあげる方法があるので、そうしてあげると早いうちに、まあ、1ヶ月2ヶ月とにかく立って歩けない方も、まあ、症状によりますけれど、だいたい数週間もすれば柔軟に動かせるようになります。それとねじれた状態の方向っていうのは、その方がその方で癖ができちゃってるので、その癖を見つけ出して直してあげれば、スムーズに膝って動くようになるんですね。ですのでほとんどご年配の方の
症状の場合は生活様式や、仕事の状況、仕事での体が作ってしまったという形になります。ですが、まあ、今オスグッドという部分で、ちょっと紹介させていただくので、このスポーツに関して、10代の子が膝を痛めている場合の問題はどちらかというと大体10歳入る前ぐらいの時の生活様式とか、まあ、自然の崩れあたりが原因だったりします。ですので正しい体の使い方をしていればこういう膝が痛いっていうことは起きないんですけれど、例えば斜め座りを長い間してきた子どもがですね、まあ、突然走り始めようとすると、問題が起きるわけですね。ねじって足を使うわけですからですね。特にその辺が顕著に出るのが、まあ、サッカーですね。でサッカーの場合は、まあ、ボールを、まあ、セーブしながらドリブルをしたりするわけですけども、右足で蹴るときと左足で蹴るときで、まあ、ボールのコントロールが違うという部分が出ます。それはなぜかというと、まあ、サッカーに関して申し上げれば、その足首の問題が出てきます。足首はすごく重要で、他の整形とかそういうところではなぜか見ないんですよね。よく回した方がいいんでしょう。で回すということではなくて、例えば、後ろ向きから足首をこう見るとかかとがこうあるわけですけど、例えばここくるぶしで、ここが足の底ですけど、まあ、正中線でこう見るとまっすぐなってる方って、膝が悪い方って大体そうなってなくて、両足でこう見ると分かるんですけど、こっちがこうなって、こっちはこうなってるけど、こっちの足首がこう曲がってる方もいるんですね。ですので軸がこうずれてる方がいる。これが地面だとすると分かりにくいかな。ですので足のつま先はこっちです。ですので横で見ると足がこうあって、ここを今ここで表してるわけですけど、足首のこのくるぶしのところがこうガクってなってる方がいるんですよ。ですってこのなってる理由っていうのはなぜかっていうと、右と左で足首の使い方を間違えてるからですね。ですってこっちはかかとや土踏まずが地面に対してついてるんですけど、右足左足どちらかは斜めになってる方です。これどうやって見つけたらいいかっていうと、まっすぐ平らなところに寝てもらって、こうやってガラーンと寝てもらうと分かります。そうするとこっちは足ですけど、足のつま先が右と左でどっちか変に向いてたり、ここの土踏まずの部分なんかの面の向きがちょっとおかしかったり、そういうのがこう大きいベッドのところゴローンって寝てもらうと出ます。あともう一つは平らなところに足を置いて見ると、立つときにこのくるぶしの位置がちょっとねじれてこう立つ人がいます。まあ、こういう診断法があるんですけど、まあ、こういう方の足首とかは、間違いなく膝の問題が出て、実は足がこうやって痛くなる原因になります。ですのでなんでって言ったら、まあ、先ほど言った足首の位置がおかしいので、これがかかとの面だとするとこうねじれている方がいます。そうするとその上の部分の膝の位置は自然とその軸がずれるので、ずれるわけですよ。で股関節って自由関節なので、それに合わせてこうおかしくなるので、これが右と左でねじる動きを加えるので、まあオスグッドっていうことで膝が痛くなったり、まあもっとお尻の筋肉が育つ18歳ぐらいになると、
股関節が痛くなって股関節痛とかそういった問題が出ます。それは全部このかかとの部分をおかしいっていうと、この辺が見抜くようにできると、実はオスグッドの治療ってものすごく早く治すことができます。だいたいほぼ1回の治療で痛みは取れるはずです。で、2度3度やる理由っていうのは、こういう癖のある足首ができちゃったっていうのは、長い年月をかけて、筋肉、こういったところの右左の筋肉がついちゃってるので、そうやって1日や2日でスッて伸びないので、そういうのを治す、もしくは治し方を、父兄に教えながら子供に教えながらやると、素早くオスグッドの痛みっていうのは実は取れるんですね。ですので、揉んだりとかストレッチで伸ばすっていう考え方では多分ほぼ簡単な症状でしたら治るんですけど、複雑な動きがある場合は多分治らないと思います。ですので、普通に何ですか膝を当てる、なんていうんですかね、サポーターという形でやっても治んないんですけどっていうのは当然それは治らないと思います。ですので、サッカーなんてのは特に足が命ですから。で、またこの辺も足首がおかしいと、前かがみになりますので、押すと、肩が前腕といって、肩がこう前に入ると首が前に来るので、サッカーの場合はヘディングが下手になります。ですので、肩が開いてくると自然と首が動くって背筋が伸ばせるので、ボールを胸で、キープ、受けたり頭で受けたりする動きがものすごくスムーズになりますし、もし仮にタックルを受けたとしても、こけることが多分ないですね。またこけるのがうまくなるので故障しなくなります。それがだいたい転んだり、事故が故障が多い子とか、多分大人 J リーグあたりでも故障が多い人が多分問題あると思うんですけど、そういった状態の人、もしかしその子っていうのは、足首の位置、膝だけでなくて足首の位置とか使い方まで見ると、今後どういうふうにしたらいいかっていうことをその子にも教えてあげることができるし、ものすごく向上心を持っている子どもには、何が今まで悪くて今後何したら良くなるのかっていうのをやると、結果が出ると素直にやってきますので。で、また僕のところではそうやって教えてるので、まずスポーツのやりたいっていう子どもは、素直に、受け入れてやっています。ですので、10代の子でも割とスポーツをやらない子どもは、僕はスポーツやらないからいいんだよっていう子は、だいたい膝の問題治んないでそのままになっちゃうんですよね。ですので、スポーツをやる子は正しいやり方と治療の方向が間違ってなければ、ほとんどの子の子ども 99.9% ぐらいはみんな良くなります。で、サッカーっていうのは膝だけの問題じゃなくて足首すごく重要ですから、これが良くなると走るのがすごく速くなりますし、ヘディングとかタックル受けた時の転び方も上手になるので、ものすごくいいです。で、できたら静岡のグラウンドって人工芝多いんですけど、僕らの前から天然芝風のローコストの、研究ずっとやってるんですけど、なかなか場所が決まらなくて、天然芝風でやったらもっと多分静岡のスポーツは強くなると思うんですけど、なかなかそういう場がないのでちょっと残念ではおりますけど。で、サッカーのほか、膝の問題って、バスケットなんかそうですね。バスケットで上腕を使いますけど、で、膝の問題がとかっていうことあると思うんですけど、実は足首が左右おかしいと立った時の肩の位置が変わるので、ボールを持って投げる時に自分の手が右と左とこう上げた時に角度変わってるんですよ。ですんで、片手でボールを投げようとした時に実は回転をさせちゃってるので、なかなかゴールに入らない。で、両手でこうやったとしても右と左で投げる時の筋力の差が出るので、なかなか飛ばない。
でまたあの片手で大きくボールを投げようと思っても肩が前腕している状態なので肩が回らないのでこの上腕だけで投げようとするのでボールが飛ばないんですよね。これが体の軸、足首からの軸が治ってくるとしっかりと肩が開くのであのボールを持って投げるときに肩から回るんですごくボールが飛ぶようになる。でうまく自分が行くようなまああの放物線を描いて入るようになると楽しいのでどんどんやれるようになるんですけど、こうなってる状態で一生懸命練習するんですけどうまくならないのでどんどん、まあ、根性がひねくれてきたり、親に歯向かったりとか言う子が多くなるっていう、そういうのもよく聞きます。でそういったのがあの治ってきたらすごく素直になりましたみたいなのがあのよくお話を聞きます。ですのでバスケットなんかもなかなかあのゴールが決まらないよとか、最近不調だよっていう場合はその練習不足を疑う前にまず左右のバランスがどうか見てみてください。その見方も簡単で、先ほどちょこっと書いた、こうやって棚のところにこう寝ていただいて、でゴローンって寝ていただいて、この手をバンザーイって上に手を上げてもらうんですよ。その時に手を上げた時のこの手のひらが左右こう上げた時の角度とか、手のひらが外向いてる、こっちが外なんですけどこっちが内側です。それが内か外かを見抜くと、この手のひらはどっち向いてるかでこの肩の軌道が分かりますから、だからもしこういう風な こっちに開いてるってこっちが伸びてるとしたら肩甲骨が左側が多分開いてないってことです。で開いてないっていうのは首の軸が曲がってるか背骨の部分の脊柱が、まあ、ねじれが起きてるかということで肩甲骨が開かない。だから開かないから腕が上がらないって。だ肩甲骨が開くと自然と腕っていうのは上がるはずなんですね。まあ、こういったところもお話をしながら実はうちは直してるっていうのが良くなるネットの秘密だったりいたします。ですね、上腕の部分で話をすると実はあの水泳もそうです。例えば水泳あのうちの治療を受けると、30秒1分もうザラに縮んだっていう子が多いです。一番分かりやすいのがドボーンあのバックでバックロールでこう泳いでいただくときにまっすぐ泳げないんだよですね。プールで泳いでいただいてあの曲がって泳いじゃうんだよなんていうのを聞いたことないですかね。こうあプールってこうあって、まあ、ロープが張ってあるわけですけどドボーンと泳いでいただいてバックで泳ぐときにこう当たっちゃう子っていると思うんです。でこうやってこっち進行するときに当たるってことは実は肩の開きが右左おかしい、この漕ぎ方の位置がおかしいってことなんですね。でこれを直してあげるとタイムがもちろん伸びるわけですから、こういったところも実は足首の位置だったりそういうのが原因だったりします。ですので足首って意外とすごく重要でして水泳もそうですけれど、まあ、全部のスポーツそうですね。ですのでこういった部分の動きを直すためにも、オスグッドって何っていう入り口から話をしたんですけれど、実は足首の問題ってすごく重要なんだよっていうところで実は良くなるネットの秘密その2というところで、示させたいと思います。でしょうか。次はですね、JICA 経験者の生トーク、はい、ゲストが永井彩さん、はい、あスーダンの助産師、なんかどっかでお見かけしたことがあるかもしれないあのネット上ですけどすごい
します。